ははい、えー、こんにちはレトスノーノです、えー、12月30日の3問に入る前に、えー、本日は年末ということで、えー、年末年始の特別企画として、えー、2回にわたって、まあ、2日間にわたって、えー、動画をお伝えしたいと思います、えー、内容は、えー、いつから本気で勉強を始めるか、えー、もう一つがどのように勉強を進めていくのかっていうところをですね、えー、2日間にわたってお伝えしていきます 来年、宅見合格するために重要なことなので、ぜひ参考にしてみてください。この動画の署の概要欄に URL を貼っておきます。また右上にもお知らせのボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。それでは問いに入ります。当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも、正当な利益を有する第三者は、 この特約に反して弁済をすることができる、マルかバツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは、えー、弁済することできませんので誤りですね当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合正当な利益を有する第三者であったとしても弁済することはできないんですねそのため誤りです では正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか具体的には例えばですね物上保証人とかあと借地上建物の賃借人、まあ、借家人ですねあと低等不動産の第三取得者高獣医低等権者などです、まあ、それぞれですねどのような人かっていうのは理解しておきましょう個別指導の受講者様はテキストに具体例書いてありますのでそちらですねご確認いただければと思います 具体的なページ番号については受講者専用のメルマガの方にえ記載しておきますのでそちらからご確認ください。で問いに、ね、宅建業者 A はえ保証協会に加入したときはその加入の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。ルか×かとえ答えはえ2週間以内ではないですねえ誤りですね×です。 弁済業務保証金分担金は保証協会に加入する前です、ね、に保証協会に納付しなければなりませんなので2週間前ではなくて加入する前が正しいですちなみに保証協会にも既に加入していた宅建業者が事務所を増設する場合新しく作る場合ですねその場合は増設した日から2週間以内に分担金を納付すればいいんですけれども 初めて保証協会に加入する場合は、加入する前です、ね、に納付しなければなりません。分担金の納付時期、異なってきますので注意しましょうで。こちらが保証協会の話で、こちらが営業保証金の話です。営業保証金の場合、新規で営業を開始する場合も、事務所を増設する場合も、どちらも営業開始前に営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。 今、か1からか4まで解説いたしました。この4つは重要なので、きっちり頭に入れておきましょう。こ,こですね1番、2番、3番、4番。この4つですね。しっかり頭に入れておきましょう。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場施設用地の造成のため、10万平米の土地について切り土、または盛り土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸か×かという問題です。 で答えはこれは必要ですよね。許可を有意しないって許可不要って話なんですけども、許可は必要です。なので、誤りになりますね。宅地造成等規制法の許可、まあ、これは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、もしくは宅地において土地の形質変更を行う場合なんですね。まあ、造成工事を行う場合という意味です。 で、この政令で定める土地の形式変更っていうのは、例えば、まあ、今回の話で言うと、ですね、500平米超の切り戸だったり、盛り土をする場合とか、まあ、そういった話です。まあ、今回は政令で定める土地の形式変更に当たります。なので、あとはこの部分ですね、宅地以外の土地を宅地にするためなのか、また宅地においてするのか、このどちらか一方に当てはまれば、宅地造成等規制法の許可が必要ということになります。 そして、宅地造成等規制法でいう宅地ってどんなものかっていうと、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他整理で定める公共施設のように供されている土地、以外の土地なんですね。今回、ゴルフ場なんですよね。ゴルフ場施設だから、これ以外じゃないですか。ってことは、宅地に該当するんですね。したがって、 今回、ゴルフ用地にするってことは、宅地にするためのえ造成工事にはなりますので、まあ、どちらかには絶対に当てはまるんですよね。どちらかには当てはまります。で、さらに、政令で定める土地の形質変更、これも行いますよね。先ほどもお伝えした通り、500平米超の切り土や盛土を行うというところが要件当てはまるわけです。従って、宅地造成等規制法の許可が必要です。 この辺りは論理的に答えていけば正解できる問題なので絶対ですね解けるようにしておきましょうそして最初にお伝えをした1本目の動画ですねこちらのいつから本気で勉強を始めるかこの動画についてこの動画の真ん中の方にリンクを貼っておきますまた動画の下に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした